まあ、メインでこうやって話してるかっていうと、リスナーの方からお出しいただきました。はい、時が、で、まあ、ちょっとあんまり、私もアイラと初めて会うってなって、まあ、緊張してたと思ってね、時間になっても来ないよって。で、自分はSIM カードも、こういうの歩いてきてるなと思った。I want you to take me home, I'm falling.で行ったものの誰も来んって時間になっても来ないよってで自分はSIM カードも当時その時まだ持ってなかった連絡も Wi-Fi も何もないしどうすんのって全然時間でそうこうしてるうちに15分から20分ぐらいかな後になんかちっこいの歩いてきてるなと思ったらアイラやったねちっこいのって言ったけどちっこい私もまあちっこいとは言ったももともと電話とかでもまあ小さいよって、まあ、身長ね低いよって聞いてたからまあそんなにびっくりしちゃうかったけども実際見ると本当にちっちゃくて、142センチとかね顔もやっぱこんなちっちゃくてすごいなんかうんでもまあ、小さいけれどもまあやっぱり可愛かったしねであと着てる服とかもやっぱり自分に合うからかわかんけどちょっとおしゃれしてて1週間ぐらいねまあいろんなとこ行きましたねでその時にまあ向こうの家族にね空港まで送ってもらったんですけども、まあ、帰り際もうすっごい自分もなんか寂しくてアイラもそうだし向こうの家族にね、もうすごいよくしてくれたから、寂しかったなってで今そう思いつつ別れなきゃいけないってねその空港で、まあ、その時にねなんか自分からなんかね言いたかったんだけどやっぱオールドファッションマンだったら何も言えずでもまあそのまあもう本当別れるよって間際にもアイラがねハグしてくれて、で、まあ、それがもう非常に自分にとってはなんかすごいなんかすごいギミギミしちゃってでもまあ一方アイラにとってはそのフレンドのハグだってそう、まあ、それは後日談なんだけど後々聞くとそのハグはその好きだからってわけじゃなくてその友達としてっていうようなハグだったらしくて、まあ私日本に帰って、寂しいなって、まあ、すごいあんなこと私も好きなのかなみたいななんかそんなこと思ってまあただやっぱり恋しくなってたねっていうのは日本帰って恋しくはなってたかなって思うね、で、まあ、友達とかあと職場の人とかまあもちろんそういった恋の話とかねするから、でまあそんな中自分からそういった話することもあってでもやっぱり会社員してる以上なかなかやっぱりまとまった休み取るっていうのがもう普通年4回ぐらいしかないわけでそれ以上ちょっと難しいよねって話、そしたら、まあ、ある日先輩がじゃあ連れてきたらいいんじゃないのみたいなねことは言っててまあ確かにそれもありやなと思ってどう日本来るってね、自分言ってみたまあそう自分へってもあるかもしれないけどもその、まあ、先生をね、まあ、日本でも先生ってやっぱり日本でもできることだからそういう英語の教師とかもあるしって話で来るって言うと、まあ、行くって話でまとまった。絶対に行く、そうそう。でっていうのもアイラもその公立の先生やってたっていうのも3ヶ月ぐらいねちょうど、まあ、試用期間みたいなのもあってそれもいいタイミングでビザ取得して日本に初めて、ね、来ましたね。
まあ、あのアイラが日本に来てくれて、うん、やっぱり自分も、まあ、非常に嬉しくて、まあ、来てくれたら、そうやって仕事も、まあ、辞めたって言ってもやっぱり本人仕事あったわけで、うん、そんな中来てくれたっていうのがまず一つと、うん、でやっぱり、まあ、そこ、まあ、そうやってなんか覚悟があったのかそう思って来てくれたっていうのは、まあ、非常に嬉しいなって。でまあ、もう一つとしてはやっぱり自分もまあさて前回行った時にハグされちゃって自分としてもなんか気持ちをね伝えなきゃいけないと。でやっとそうやって面と向かってまた来てくれて、まあ、ある程度まとまった時間もあるし自分の気持ちも伝えなきゃいけないねって、まあ、思うところも、まあ、それがある意味嬉しかったと、まあ、2つ目ね。で、まあ、そうこうしてるうちに大体1ヶ月立たないぐらいかな来て、まあ、告白してでまあ OK もらって付き合うことになりましたね。でまあ付き合ったのは良かったんですけれども、ツアリストビザってなると3ヶ月しか入れなくて、うんうん、でもなんかやっぱりもっと長く一緒にいたいなっていう思いもあったし、アイラもやっぱり先生っていうね夢もあったことだから、うん、やっぱりそれを日本で叶えてあげたいっていう思いもあったし、まあ、そういったこともあって、まあ、私で名古屋住んでたんだけども、うん、まあ、そうやってなんか仕事ないかなっていろいろね一緒に探してて、うん、で大阪にあるインターナショナルスクールを見つけてね、うん、まあ、就職したのは良かったんだけども、いろんなこと相まってね、やっぱりこれ以上続けれないよってことになってね。で、まあ辞めてね。うん、で、一緒にまた名古屋戻ってきてってのがあったけども。You picked me up, right? Even midnight. そうそう。仕事続けれやもんで、ビザもやっぱり取得、その労働者ビザも取得できず、まあそうやってツアリストで3ヶ月でやるしかなくって。ただまあその、まあ、思い出とかね一緒に楽しいことまたまだまだできるってなってね、まあ、なんとかその3ヶ月ね一緒に楽しく過ごして、うん、でまあその帰る日を、うんうん、迎えてしまって、で空港で2人ですごい泣いて、レストランでご飯食べて、で途中からちょっと泣いちゃって、うん、でチェックインするところぐらいからもうずっと泣いて2人 で寂しい寂しいってね。で、まあ、その時に自分をすごく支えられてたなっていうのもあったし、離れるのってあんまり長い時間離れるの良くないよねって。で次会えるってなると当時多分冬場2月とかだったと思うからゴールデンウィークとかね、次会うと Next time I fly see you ゴールデンウィークとか、うん、だいぶ あとねもうほんと半年とかね、うん、で会えたとしてもまたね10日とか9日とか、うん、でもまあそう寂しい思いもあったし、なんかどうにかしたい、まあ、自分の中でそういった思いもあってまたビザ申請してアイラが帰ってすぐか2週間3週間ぐらい経ってまたビザ申請して、でまた3ヶ月ねでやっぱりそういった思いもあったからもう結婚前提に来てねって来ようねって話してて、で自分もアイラの両親にこうビデオ電話でプロポーズというか、ね、承諾を得てでね日本にねまた1ヶ月半ぐらいかな、うん、後ぐらいにもすぐ来てもらって、うんうん、まあ、でまた日本の生活始まって、ですぐ結婚してってねそんな感じだったね、うんうん、まあ、結婚までの道のりってところで見ると、まあ、出会いはそこまでね、まあ、珍しくない出会いっていうか、まあ、先生と生徒ってまあたまたまそれが日本とフィリピンってところであっただけで、それって言っても顧問だしね、うん、顧問や、うん、そんなにレアじゃないところ
でもなんかこう2人でこう歩んできたこうなんていうんだろうなそのさっきのそのビザのその流れとかそういう会えない日々とかなんかうんその初めのこうもどかしさというかなんかそういったところがやっぱり非常にレアで、でもう少しこう奥をねもう少し細分化してみるともうちょっとなんて言うんだろうないろんな濃いストーリーっていうのがあったかなって思うかな。でまあ今では今寝てるけど2歳半の子供もいるしまあなんか大変なりには頑張ってきたなっていうのはやっぱこれからも仲良くね家庭一番っていうところで頑張っていきたいと思います。私たちあの実際にこう会ってから結婚するまで短かったっていうのはあるけれどもそれってね、まあ、間違いじゃないと思うし、まあ、こうやってねさっき言ったように子供もいて、まあ、いろんな喧嘩もあるけれども幸せでそこってやっぱりさっき言ったように同じ時期に英会話始めてあのいい時期にそうやって講師として見つけれて同い年で一緒に辞めてまた会ってみたいなねなんかそういったなんか運命的なね出会いもあったかなと。それがまたねしっかりこう一点にねそれぞれの運命が集結してでまあなんか今があるかなって思ってありがとうございます。I'm already yours. Broke you down, I'm all in.